活動家サンフランシスコで長年芸権利運動に関わってきた活動家であるカリフォルニアのパームスプリングス在住である学生時代にはハーベイミルクのオフィスで学生インターンとして働いた経験もある1981年からはエイズのための運動の最先端に立っている1983年に サンフランシスコエイズ基金を設立したメンバーの一人でもある。1985年には8万5000人を超えるエイズで亡くなった人々を記録したエイズメモリアルキルト運動を推進するプロジェクトを創始している。同プロジェクトは2010年に重さにして54トンにも達し、世界最大のコミュニティフォークアート作品になっている。同プロジェクトを記録したロブ・エプスタインと ジェフリー・フリードマン監督のドキュメンタリー、コモン・スレッツ・ストーリーズ・フロム・ザ・キルトは1990年にアカデミー長編ドキュメンタリー賞を受賞している。2009年10月に婚姻の権利の平等を求めるワシントン行進を計画している。また、彼の名言として、If we are up to working together, to putting in the work, the movement that saved my life can save America, S2, I want the, message of when we rise to be enduring, to be, a living, breathing call to action, などが挙げられる。著書にスティッチング、stitching, a revolution, the making of an activist や、when we rise, my life in the movement がある。ドラマ映画、ありがとうございます。